ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ、パート、これはいくつだ？まあ、いいか。あれちょっと待ってね。あれあーります。はい。マッチーですさんからのコメントです。ジェシカは兄の死を悼むからこそ、仇討ちを考えるんでしょうね。自分の道を信じて感動されても仇討ちをしようとするジェシカがかっこいいですというコメントをいただきました。まさに。かっこいいよね。自分が信じた道を突き進むって結構難しいことだと思うんですけど。それをね、若干多分16、7くらいなのかなのジェシカが平然とやってのけるんだからね。いや、兄弟愛が素晴らしいかなって思うわ。普通に兄弟とか言ってもさ、こんな感じで仲良くないのが多分普通だと思うんだよね。それをさらっとさ、やっぱこの、いいよね。まあ、愛みたいなやつなんだろうね。兄弟愛みたいな。現実にはないようなものが見れますよね。それがまたゲームのいいところというか、感動するというところ、というかね。うん、うまくまとめられなかったんだけれども。はい、じゃあね、コメントありがとうございました。やってきます。流れとしては、石まうりさんに会いました。ハープが欲しいと。で、どこにあるか全然わかんないんで、ここに来てみました。なんだ、お主、また来たのか。そういうことなんですね。大方何かわしに占ってほしいことがある。まさにその通りです。何を占ってほしいかは言わんでいい。お、さすが。めめめめめ。これはどっかの城じゃな。城と若い王が見える。晴れやかな笑顔を浮かべた王じゃ、お主の探すものはそこにある。ふぅ、ということでですね。こんな感じでですね。まあ実際自分は行くべきとかは分かってたんですけどね。こんな感じで、詰まったらですね、このルイナロさんのところに来ると、次行くべきところが分かるようなシステムになってるんですよね、8って。まあでも、この情報を聞いてもどこだか分かんないって方も、ワンチャンいるかもしれないですけど。アスカンタ城。この占いシステムってどっから始まった？セブンかな？セブンもね、石板を集めないと次のステージに行けないみたいなのがあるんですけど、その石板の場所を占い師さんがね、教えてくれるっていうシステムがあったんですよね。それと似てるかなって思うんですけど、はい。以前助けた、いや、石回りさんの流れで考えてもらうと結構わかりやすいと思うんですけどね。ここはアスカンタ城ですね。駒使いがいたところ。これボスと戦うよな、多分。楽しみですね。どんな声が当てられるのか、あのボスに。ちょっと楽しみなところなんだけれども。とりあえず王様に会いたいと思います。困った時は助けますよって言ってくれてた王様ですよね。ここ？いた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 。はい、どうも。もしや。やはりそうだ。ああ、皆さん。よくこの城に立ち寄ってくれました。いいようですよね。立ち寄ってこの即握手を求めてくるあたり好感が持てるわ。あの時シセルの幻を見せてくれたことなんと感謝すればよいものか。恩を忘れてないところとか。それでアスカン隊はどんなご用でいらしたのですか。なるほど、月影のハープならちょうど我が国にあります。古来より我がアスカンタに伝えられてきた国の宝なのです。だが他ならぬ皆さんの頼みとあらばいいでしょう。ハープは差し上げます。やった。月影のハープは城の地下宝物庫の中に厳重に保管されています。僕についてきてください。優しいな、パバン王。このブローチは王家に代々伝えられてきたもの。これを。これどういうシステムなんだろう。なんか磁石でもいいんじゃねえとか思っちゃったけど今。あのブローチじゃないとダメなんだろうな。どういうシステムになってんだこれ。おお、すげえ。さあ、この下が宝物庫です。行きましょう。これどういう仕組みになってんだろうな。お、
なんてことだ。これは一体。そうなんですよ。まあね、そう簡単にハープが手に入らないってことですよ。盗っ人の仕業か。どうやら月影のハープは盗賊たちに盗まれてしまったようです。多分奴らはこの抜け穴を通った先にいるはずです。この先は危険です。皆さん、決して抜け穴の奥へは行かないでください。いや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 、何をおっしゃるか。これから城の兵を集め、必ずやハープは取り戻してみせます。ええ、必ず。ハバン王、申し訳ない、忌憚ない意見を述べさせてもらうけど、あなたたちの兵より我々4人のが強い。残念ながら我々の方が強いぞ。行きまーす。スルーです。ごめんね、パバン王。ほうほうほう、まず左に道、何もなし。あとはまっすぐですね。分かれ道ちょびちょびありますね。ここは下行って大丈夫です。草が生えてる。よく切り開いたな、この行動。あ、逃げてってくれるパターンか。左逃げ道っていうか、小道。何もないかな。なさそうですね。うん。反対側も道ですね。なんかあります。なんもないですね。OK ですね。はい。この草っていうか苔がすごい気になるな。うわ。道塞いでんな、完全に。行ける！よし、行こう。左右にちょびちょび分かれがあるけど、まあ大丈夫かな。これはまっすぐで良さそうですね。また、いいとこにいるな。書き消したいけど、ちょっと無理かな。ちょっと離れないと。これでいくか。オッケー、離れた。おー、まだハンド！それはかわせないなぁ。おー、攻撃。イオラ覚えたんですよ。あれ？あれ？イオラ覚えたよな。あれ、ジェシカのイオラどこ行った？あれ？イオラ覚えてないっけ？あれ？おかしいな。覚えたと思ったんだけど。あれ？イオラ覚えてない。なんで？わかんない。まあいいや、じゃあ。あれ、ジェシカイオラ覚えさせたはずだったんだけどな。あの、レベルアップでイオラ覚えたって書いてあったような気したんだけど、あれ夢か夢かな、気のせいか。まあいいや。あ、結構死なないんだな。じゃあ同じ攻撃でいきます。新しい奴らも来てるから、多分なかなか死なないと思う。あー、さらに呼ぶか。右は落ちるよね。あとは、ヤンガス、オッケー。オッケー、オッケー。いいよー。やっぱ魔法強えなー。あ、全体に攻撃できるっていうのがミソですよね、魔法はね。え？道ない。あった。全然あった。思い出すなー。てか、ワクワクするよね。俺、行動とかね、そういうのすごい好きなんだよね。穴を掘るって、道を繋げるとかね、すごいそういうの好きなんでね、なんか。なんでなんだろうね。あ、キラースコップですね。また、ピンポイントな敵が。ここら辺の敵強いのかな？あ、思った。ちょっと待ってね。作戦？サウンド設定？ BGM3 まで下げてみます。ちょっと大きいよね。裏側だった。あ、そうか。あ、でも待って、BGM3 を別に自分の聞いてるあれか、スピーカーがうるさいだけなのか。多分そうだな。サウンド設定4。元に戻します。スピーカーの音量下げればいいだけの話。敵とは戦わない流れで行きましょうか。どうせこの後戦うから。これですね。降りれる？あ、降りれない。あ、でも正面宝箱発見。結構雑魚が多いな。
雑魚敵は、今ならね、割と簡単に倒せる気するわ。はぐれメタルでちゃんとレベリングしたから。多分大丈夫だと思う。そうそう、武器をちゃんと変えていきたいかなって気するけど。さあさあ、参りましょうか。一応皆さんに一旦マップ見てもらう？こんな感じになってます。はい。名所はモグラのアジトらしいね。最短ルートで行きます。大したものはないと思うんだけどなぁ。ありがたいね、かがり火焚いといてくれるなんて。もう、行ってくださいと言わんばかりの。キラースコープ。あ、触れられた。しまった。逃げれるのであれば逃げるけど、オッケーないっす。やっぱ、レベリングした効果出てるな。逃げれる逃げれないの差って確かレベルなんですよね。ハイブはそうだったんだよ。このレベルだと、ここのエリアは逃げれますよ、みたいなシステムになってたんだけど、エイトってどうなんだろうな。多分そうだと思うんだけど。今ね、主人公がわりかしレベル高いんで、主人公とヤンガスが、そのおかげで逃げれてますね、多分。イオラのことはちょっと後で調べるか。覚えたと思ったんだけどな。宝箱とか全然見てないけど、もう裏で回収しちゃいますね。あれ？これか。モグラのアジト、今地下2階です、これが。マドハンドですね。これ地下3階に来ました、今。いひひひ。マドハンドめんどくさい。逃げまーす。あ、逃げれない。なるほど。もう少しレベル高くないとダメらしいな。結構強いよな。レベリングしてもね、防具変わってないからね、結局食らうダメージ量は変わんないんだよね。身の守りが多少上がるぐらいじゃ、うん。あ、てか、ん？身の守りが上がるくらいじゃ、ダメージはさほど変わんないってことですね。やっぱり大事なのは防具。武器。武器防具なんですね。あ、間違えた。ここじゃねえや。こっちか。左と右に道が分かれるんだよな。じゃあ、こっち行こうか。あ、おっと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 。大目玉の色違い。いました、いました。戦いたいの、こいつですわ。ふふ、あけぼのの後ろ姿に見えるな。そう来たか。そう来たかとか言って。そう来たか。なるほどな。何年も休まず、城の地下まで穴を掘り続けた苦労も、報われたもん。そうか、そうか。感動して言葉も出ないもんか。かわいいやつらもん。はい。ということでですね。決戦でございます。ドンモグーラだったかな。では今回はここまでにしたいと思います。またね、いやらしいとこで切っていきますよ。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。